こい。川釣り目の。川釣り目の Y が見つけたみたいです。本当か？カメラ。カメラ。はい、残念。あるいは松返すチャンネル。違う。はい。カルセドニーが。な？本当だ。このそこ見てない私。お前トイレ行っとるで。まあ、いつもそうだろう。いいな。目のカルセドニー。なんじゃなんじゃ、うん、おおおどれどれ、うん、はい、まさしく、これまさしくぞ。あったな、よかったな、うん、ねえ、擦れてない、うん、なんかなんかつやがあるな、うん、でしょ。非常に小さいけど、うん、いい形だな、ね、あ、かわいいな、うん、よかったな。俺、ロックタンブリング。まあ、やらんでいいと思うよ。マメツしちゃうかもしれない。やめたら、よかったな。あれぐらいの大きさになっちゃう。この間撮ったとき、撮ったのと。よし、よし。おかしいぞ。続けてやるぞ。続けて、どれだ、どれだ、これはい、これだ。違う、もう目の目のっていうか、ああ、そうだそうだ、そう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 、ジャスパライズドット、うん、それそれ、うん、まさしく、まさしくそう、ロックタンブル向きの、うん、ロックタンブリング向きな、うん、そうだね、これ面白いぞ、模様が、うん、うんうん、これはいいや、うんうん、悔しい、トイレ行くんじゃなかった。もう雨が降ってから随分経ちますから、うん、何度も言ってますが、小さな石、うん、小さな石なら残っているんじゃないかと、うん、探しに来ています、うん、ロックタンブリング用に、うん、よかったな、うん、これいいぞ、うんうん、これいいわ、ね、模様がいいと思う、やったな、綺麗に出ると思うよ、ね、続けてやったな、ね、よかった、これは違うね、はい、ああ違うな、そうそう取れんだろう、あ、経過かな、経過木、うん、お、経過木だ、経過木、経過木だ、うん、お、しかも、お、ね、目の目の化してる、目の化してる、ジャスパーかって言うんだけど、本当はな、これあ、ジャスパーか、うん、いいでしょう、お、これいいな、うん、いいけど、ロックタンブリングしたら割れちゃうかもな、これな、うん、うん、ね、経過木です、割れちゃう、よかったな、うん、これいいよ、あ、目の化してます、経過木、座りもいいな、これかわいいです、木目がすごいです。いいなこれ。私たちがいつも探索をしているトキリバーの中流域です。ということで今回はロックタンブリングのための小さな時探しでした。
計5つの石が見つかって、この産地としてはまずまずの結果だったと思います。ワイの目の、まあ、持ってきた目の、持ってきてない、持ってきてないの、はい、なかなか良かったな、まあ、しかしあれだな、あれゾウさんとかさ、クマの方って人ったらそうやったら俺お弁当奢るんだけど、ダメだよ、ダメだよ、お弁当、まあ、今お弁当という話が出ましたが、実はあのアイキトンネルという遺跡の見学に来ています。はい、150年前に開通した路線だそうで、まあ、今は廃線になっているんですが、このように赤レンガの、見えますでしょうか、赤レンガのトンネル群が現存しています。スピーカーから流れる形跡でした。本当の奇跡じゃないな。マメジ見えるかな。見える。見えとる。見えとる。じゃあじゃあこのモニター。あ、見えてる見えてる。マメジがあったり、赤レンガのトンネルがあったり。わかる？うん、わかる。和洋折衷。和洋折衷。わかりますか？わかりますよ。マイさん。洋とワイ。洋とワイ、ワイ、ワイ。美しい時代だったな。あ、この美しいところで私たちの2022年の活動を締めくくりたいと思います。いつもご視聴くださりありがとうございます。またお会いしましょう。では ジャパニーズティーかこれ。ほうじ茶。水車だ、うん、タンブラーを設置しとけばな。設置しとけばいいんじゃない。はい、スケロク弁当。はい、ありがとうございます。俺がスケロク弁当、うん、ね、ワイが和食屋幕の内弁当。お、よかったな。いただきます。スケロク行こうか。お寿司、巻き寿司、ジャパニーズ寿司。ジャパニーズエビフライ。お、光った光った。小さすぎて見えんかな。うん、すごいキラキラしてる。よし。どこ入れるの？これか。ジャパニーズスタイル。もみじ山を登ることになりました。トキリバーが流れてます。